高い打点のフォアボレーを逆クロスへ決める方法、短く逆クロスにしっかりと決まるボール。はい、こんにちは、テニスライズの川井です。今回は高い打点のフォアボレーを逆クロスへ決める方法というお話をさせていただきたいと思います。やはりこの高い打点をしっかりとボレーで決めるというのはチャンスボールではあるんですけれども、やはりちょっとミスもどうしてもね、不安になってしまうと多くなる場面ではあります。で、これをしっかりと打点を決めて、そしてフォームをしっかりと固めて、確実に決めることをすることによって、相手からすればちょっとでも浮いたらやられてしまうということがプレッシャーになるわけですね。そのプレッシャーをしっかりと出せるように、確実に決めていく方法をご紹介していきたいと思います。はい、ではまずですね、最初のポイントですけれども、このボールの横顔を見るということですね。やはりその逆クロスに高い打点で打つときに、どうしてもこう逆クロスの場合は自分の流す方向に打つわけですね。そうするとボールの正面を見て構えてしまうと、どうしても打点が速くなってしまって逆クロスに飛ばないということが出てくるようになります。なのでこのボールの横顔を見る、高いところにボールが来るなっていう時点で、やはりそのボールの横顔を見ようと入るということが必要になっていきます。なのでこのボールの横顔を見るっていうのをまず最初にイメージをしてあげることがすごく重要なわけですね。なのでいきなりこう来て、ただこうボールを逆クロスに打つっていうんではなくて、しっかりと体を入れてボールの横側を見るというのをしっかりとポイントにしてあげることによって、次の段階の動作というのが楽になっていきますので、そこをちょっとポイントとしてしっかりとチェックしていきましょう。はい、2つ目ですね、テイクバックで手首のコックを決めるということですね。まずは1番目のボールの横側を見るという中で、体がしっかりとボールの横に入るということを意識してあげます。そしてテイクバックで手首のコックを決めるというのは、逆クロスに打つ場面の時に手首をしっかりと少し外方向に向けてあげないといけないわけですね。ということはこの手首が、手のひらがですね、要は逆クロス方向に少しこう反ってあげる必要があるわけですね。でなるべくそのただどうしても打とうとするとクロス方向にボールというのは行きやすいので、それをあえて少し手首を反らしてあげることによって逆クロス方向の面をテイクバックの時点で作ってあげるということが必要になります。でこれを後ろに反らしてしまうと上に飛んでいってしまいますから、ラケット自体は立てる状態で外目ですねっていうイメージの手首の形というのをちょっと作ってあげてみてください。よくあるのはやっぱり逆クロスに飛ばしていく中で後ろに反らしてしまって打点が遅れて逆クロスに行かないで伸びすぎてしまうということが多くあるんですね。なのでラケット自体は地面と垂直の面なんだけど、手首自体をちょっと外に向けてあげるという意識が必要になってきますので、そこをちょっとポイントとしてもう一度確認してみてください。はい、次にですね、この立てたラケットを斜め下にスライドという形ですね。やはりこのボールの横を見る、そして手首のコックを決める、でそのテイクバックの形ができるわけですね。でそこから要は逆クロス方向にボールを打ちに行くときに、やはりその斜め下、要は上のボールを下に向かって斜め下に下ろす必要が出てくるわけですね。で逆クロスに打つ場合にあまり長く打とうとしてしまうと角度がつかなくなっちゃいますから、できればあまり長くしないで、要は上から少し抑え込む必要があります。なのでその斜め下ですね、斜め下に抑え込む動きというのが必要になってきますから、自分の打ちたい逆クロス方向に少し抑えるという動きが必要になります。なのでここのさっき言った手首のコックを外に向けて立てた状態の面を下に持っていくということをすることによって、短く逆クロスにしっかりと決まるボール、特にポーチとかですね、あとはシングルスであったらクロスから来たボールを逆クロスとか真ん中のボールをね、そういうのを
逆クロスにしっかりと打てるようにすることによって相手に届かないボールを打つことができますので、そこをしっかりとポイントとしてイメージをしていきましょう。はい、では実際打っていきたいと思います。先ほど言ったポイントですね、まずはやはりボールの横側を来た時点での横側を見る、いや横側を見ることによってボールの横に入るということですね。それとテイクバックでまずはちょっと手首のコックをと意識して決めてみてください。外側に向けてあげるということ、それと立てたラケットをやはり下に持っていく、斜め下に持っていくということをちょっと意識して打っていきましょう。ちょっと実際打っていきますね。まずこの3点がしっかりと意識して横にボールが来た時に入ってあげるということ、これが引いてしまうとどうしても打点が遅れてしまいますから、逆クロスに飛ぶんですけど力が入らないと。なのでこの手首のコックをしっかりと外に向けてあげるのと、ボールを横に入ってあげることをちょっと意識してあげてみてください。それをすることがまず、ね、あって、そして下に向かってラケットをその面が上から下に押さえに行くことによってボールを逆クロスに飛ばすようにできていきますので、これをまず3点ですねイメージして、横に入る、そしてコックを外に向ける、で上から下に押さえてあげるということ、この3つがしっかりと揃うように、横に入ってセットコックをして、そして上から下に面でスイングで押さえる、面で押さえるんではなくてスイングで、要は面がずっと同じ面を向いた状態でスライドをしていくっていうのを意識してあげていきましょう。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいております。高評価やコメントをどんどんいただけると嬉しく思います。また質問とかですね、わからないこともどんどんコメントをしてみてください。このチャンネルは一般テニスプレイヤーの方にテニス上達のポイントだけではなくためになる情報を発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。現在4万5000人の方に登録をしていただいて見ていただいております。まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録のボタンを押していただいて、その後に隣のベルマークが出てきますから、そのベルマークを押していただくことで最新の通知が来るようになりますので、そちらもぜひ一緒に登録をしてください。毎日テニス上達のためのメルマガを配信しています。こちらはテニス上達のためになる情報をメルマガで配信をしていますので、この概要欄の下に無償のプレゼントイベント付きのメルマガ登録ができる URL が記載されてますので、そちらから登録をお願いします。また Facebook、Twitter、Instagram にも投稿していますので、そちらも一度見ていただければと思います。はい、これからも様々なテニスに有用な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。